夢ラジオ第1663回、今回は今日はですね、今日は平成31年4月19日金曜日朝です。9時半、街は明るいですね。白っぽく街が浮き上がって見えます。東の方、ランドマークタワーはほとんど見えず、もやにかかっています。春はもやがかかるんですね。ベイブリッジも見えません。金曜日の朝、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢ラジオ1663回目。今回は戦国のお話、信玄と慶喜取り上げます。信玄と慶喜、武田信玄を語るとき、この長男慶喜との確執、これを抜きには語れません。しかも信玄が亡くなるのが1573年ですね。1573年の元亀4年。そしてこの慶喜を、切腹させるのが1567年なわけですから、実は信玄の生涯においても晩年にあたります。信玄の生涯においても晩年にあたる頃、この長男、つまり武田を継ぐはずの嫡子慶喜を切腹させるという、そういうこと。慶喜が切腹したのは1567で、信玄亡くなるのは1574ですね。なぜこの信玄と慶喜というのはなんかこれほどまでに悪く、そしてもう武田の嫡男、跡継ぎはこの人だとずっと思われていた慶喜が結局切腹するまでになったのか。しかも慶喜だけが死んだんではなくて、この慶喜派っていうんでしょうか、あの息子派の家臣たちが数十名一緒に処分されていますから、大きな武田の事件だったんですよ。信玄は京三条の家から、娘をもらい、でこの娘と共に、娘の間にできた長男が慶喜ですよ。後に諏訪の姫を側室にし、そして勝頼生まれますが、勝頼は冒険なわけで、諏訪を任せようと、実際そういうふうに勝頼は教育されました。四郎ですね。あと次男三男もいたんですけど、この次男三男は戦いに向かなかった、目が見えなくなったり早く亡くなったりってなわけで、結局この長男慶喜と、四男四郎が、武田の後を継ぐと。そして武田の後を継ぐといっても、四郎は敵の武将の娘を分取って、そして生まれた子供ですから、当然諏訪の治世を任せると。ところがこの慶喜、妻を今川からもらってるんですね。妻を今川からもらっています。前回の放送で北条からとお話ししてしまいましたが、誤りでした、訂正いたします。慶喜は妻を今川からもらってるんですね。そして北条へは信玄の娘が嫁いでるんですね。信玄の娘が北条に嫁いでいる、こうでしたね。もう一回言うと、信玄の娘が北条に嫁ぎ、そして今川の娘を信玄の息子慶喜がもらい、そして今川と北条の間でも婚姻関係がありましたから、これで
孔、宋、孫三国同盟、武田を描く時代劇では出てきますね。摂斎というお坊さんなんだけど、フィクサーみたいなね、フィクサーのお坊さんがこの孔、宋、孫同盟をお膳立てした、今川の領地ですよね、確か今川の領地の富士が見えるお寺で、この三者、武田晴信、そして北条氏康、そして今川義元が会談して、この三つの国は同盟しとこうと。今川は京に行きたかったし、つまり西に行きたかったし、そして武田は北へ、つまり信濃に行きたかったし、そして北条はっていうと関東でね、関東で領域広げたいので、まあそのもうそれに集中しようと思ったら同盟せざるを得なかった。だからこの三国同盟は理にかなった同盟、構想をする三国同盟、そして その結果慶喜に今川から娘来た。でこの慶喜と今川の娘は仲良かったようですね。がですが、永禄3年1560年、なんと今川義元が織田に討たれる桶狭間の戦い、そしてここで今川がもうガタガタになり、つまりまともな後継者がいなかったんですね。義元頼りだった。だそこにつけ込む信玄なわけですから、今川攻めを信玄は考えるんですよ。でまずさっきの桶狭間が1560で、翌年の1561に第4回の川中島の戦いがあるんですよ。でこれが手痛い、犠牲出しながらも川中島、北信濃を守りました。そして隣国の、今川が弱ってると、でそこにつけ込もうというのが信玄の政略、政策、作戦なわけで、永禄の頃ですね、1560年代で、これにつまり今川に攻めていこう、それまでは同盟があったんですよ。同盟があったし、慶喜は今川から娘もらってるんですけど、もう関係ないと、義元も死んだと。だったら駿府へも、で実際信玄は駿府まで、もう軍を進めるわけですよ。これに真っ向から反対したのが慶喜だった。つまり慶喜は、自分が今川から妻もらってるっていうこともあって、今川に攻めていっちゃダメだと。だから時代劇なんかではこの時慶喜が義を通したと、つまり同盟やってるんでしょうと、父上と、ね、相手が弱ったからといってそこにつけ込むなど武士のやるべきことではないでしょうと、ね、義を重んじくださいませ、何を言う小心者たわけが、ここで今川を落としてこそ我が武田の繁栄もある、今の戦国の世やるかやられるかなのだ、父上のその義なきお姿勢、私はついていくことができません、切腹を申し付けください、武田の家ならば四郎がおります、我が慶喜に切腹を。時代劇ではこう展開するわけですね。そしてそのね、慶喜に対してたわけがという信玄、結局切腹させてしまいました。そして慶喜派っていうのはいましたので、武田の家中にね、それら全部も一緒に処刑と。ずっと前の80年代の武田信玄、中井貴一が武田信玄やってた時代劇では、若い堤真一がこの慶喜やってましたね。これはちょうど堤真一20歳前後だったから、あの時かっこよかって、でその慶喜役と、で中井貴一がなんかちょっと年寄りメイクして
老信玄役で、もう親子喧嘩をギャンギャンやってましたね。慶喜が本当に義を重んじてその信玄に還元したのか、それともまあ他に理由もあったのか、ちょっともう調べられないんですけど、ただこの今川よりだった慶喜が父信玄に何ていうか抵抗して、そして切腹させられた、これは間違いないんですね。これはその慶喜がどういう気持ちでそれをしたのかはわからないんですけど、ただし嫡男、特に戦国期において嫡男を自分の手でまあ殺しちゃうっていうのは、亡き者にするというのは、まあ家来に与える動揺も大きく、だから家康も似たようなことがありましたね。家康は信長に強制されてなんですけど、嫡男信康を亡き者にしましたね。あのノリですよ。ただここでそれやらないと武田の家中が持たない、信玄はそう考えたんですね。ここで我が嫡男慶喜を亡き者にしないと武田の家中を統率できないと。だからまあ慶喜が、まあ、自分の心で何を思ってようと、今権力は父信玄にあるわけで、じゃあきっちり従っておこうと、ね、今のところと、そして今側に対して何ほどかの気持ちがあるのならば、ゆくゆく自分が武田の当主になった時に、まあ、それを実行しようと、まあ任重するんならともかく、まだ家督ももらってない段階でこんなことやったら、それは行き着く果ては切腹ですよ。でそれは当然慶喜も分かってそうしたんでしょう、当時のことですから。ってことはもうこんな父親も嫌だと、でこんな父親のもとで人生を送るっていうのももういいと。で武田なんかも今はね、ブイブイ言わしてるけど長くねえぞと。実際それ正しくて、この慶喜切腹が1567なんですけど、武田滅亡が1582ですから、15年後に武田はもう滅亡してますね。この慶喜の切腹によって、もう武田の跡取りは四郎しかいなくなり、勝頼が後継者となりました。ただしその勝頼は例えば風林火山の旗を使うことをずっと禁じられていたとか、所詮は側室の子供だということで慶喜とは全く違う扱いだったということを考えれば、まあその慶喜が切腹で自分が後継者というものの、勝頼としても実に複雑な心中だったでしょう。ただしよく言われるのは、この慶喜切腹に追い込んだことによって武田の家臣はむしろまとまったようですね。つまり親方さんはここまでなさるかと、ね、ご嫡男をね、そこまでして、 それでも家守ろうとなさるかと、ならば我々家臣も、うん、ですから弟信繁以下、もうこの慶喜事件で、武田はまとまった。ですから武田軍が本当にもう強くなり、恐れられるのはこの慶喜以降の、例えば三方ヶ原の戦いとか、ああいう点でですよね。で実際京への西上途中で信玄が急死しなければ、信玄は望み通り今日に武田の旗立てることできていたでしょう。夢ラジオ第1663回、今回は信玄と慶喜お話ししました。朝の光前の森に生え、緑が一段と濃くなってきました。今から新緑の季節です。